2巡目も終えて金村さん、はい、まだ1本もヒットが出ていないファイターズです。ですね、ちょっと先ほどのイニングぐらいから石川選手がカーブを、ね、結構多投したりして、ね、ちょっと配球変えてきてるんですよね、はい、まあ、変化球も多彩ですし、ちょっと、ね、この今日のコントロール見ても攻略難しいのかなってところですけど、これはどうですか、レフト見送った、まずは反撃ののろしの一発、陽大か、今シーズン第5号、石川のノーヒッターをここで破りましたファイターズです。ね、初安打がこのいきなり1点入ってしまうというホームランですからね、はい、さあ3対1、2点差、陽大館の一発です。右バッターのシンカーが外からね、ボールからストライクのところに入れてくるピッチャーなんですけど、今もアウトコースから真ん中高めの方に抜けてきましたからね。8月の23日のバファローズ戦以来の一発となりました陽大館です。